はい、どうも小宮です。今日はゾゾタウン、はい、スイちゃんのね、スイちゃんね、はい、どうぞ。スイちゃんのガラス服を買いました。今リンが詰めてます。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。じゃん。じゃん。これ全部？全部ね。これはね、これは全然関係ない。ゴムです。ヘアバンド。ヘアバンド？ナイキのヘアゴム。やめてすぎ。これナイキのヘアゴム、お、いいじゃん。かわいい。ナイキのマークが入ってる。あ、ちょっと力技使うな。どうして？なんか素材がちょっと違う、全部。じゃーん。なんか全部微妙に素材の質感が違う。あ、本当だ。面白いね。面白い。これ全部なんか素材が違うね。わかるわかる。これね、髪を結びたいんですよ、家で僕。へぇ。あ、いい。お値段はおいくらでしたか？今わからないな。これです。お値段ちょっとスマホがないとわかんないや。スマホ今使っちゃって。いくらだろうこれ。2000円ぐらいだったな。はい。はい。続きまして、じゃあスイちゃんこれ買いましょうか。次。これは1320円。ルリーズさん T シャツ。あ、そうそう、これはまあリンとスイちゃんが色違い、あ、色違い、サイズ違い。サイズ違いで、まあちょっと夏っぽい感じ。スイちゃんとね、はい、これリン。リン、はい、ふてくされてないでください。お揃いです。えへへへへへへへってことね。これね、嬉しいんだ。開けていいよ。次、続きまして、こちらは2090円、マーキーズキッズ、あ、ワンピース。スイちゃん女の子なんで、実は女の子なんです。ワンピースです。あ、可愛い。可愛い。はい、こんな感じでね。可愛い。はい、こんな感じになります。可愛い。引いちゃった。引いちゃった。これ可愛いじゃない。あ、これ可愛いじゃない。形似合いそうじゃない。ちょっと試着しちゃうじゃん。しちゃう。試着しちゃおうか。ちゃんとここにね、ボタンがついてて。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。あら、さあどうなる。うい。うい、はい、どうぞ。今年の夏はね、これを1枚で着こなしちゃうんですよね。はい、こんな感じです。あれ、かわいい。すごい気に入ってる。気に入ったようですね。かわいい、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 すごい似合うね。はい、じゃあ続きまして、はい、プレミア色違いしたいシンプルラグランハートの T シャツオレンジ。あ、色違いしたい、色違いしたい。1100円。安すぎ。安いですね、これはね。うん、手頃です。テレビ消して。何してるんですかこれ。ポケット付き、こんな感じで。意外とね、しっかり脱ぐの。スイちゃん、ちょっとそれ先脱いでみようか。いいじゃん、それ可愛いじゃん。これね、洋服ね、結構スイちゃんの服は僕のセンスで勝手に買っております。よいしょ、ちょっとスイちゃんタッチして。これね、これ、
あ、これ似合うんですよ、ほら。こういうね、こういう色が似合うんだよね、スイちゃんは。はい、これ、まあ、これ特に特徴はないですね。やめてください。あ、これだけだっけ。あ、なんかこんなことかな。じゃあ続きまして、大鳥 FO キッズウェブ限定トム&ジェリーアートティーターコイズブルー。高っ。え、4,990円。これだけそんな高かったの。え、俺そんな高いの買ったっけ。寝ぼけてたのかな。あ、でも可愛いね、これ。可愛い。シンギングインザレイン、雨に歌えばですね。あ、可愛い。え、可愛い。可愛いじゃん、スイ。なんかあれだね、なんかさ、首加工してある。首加工してる。作りがしっかりしてる。高い、高いだけある。高いだけ。あ、やめて。男の子みたいなのね。なんで怒ってるの。貸して、見して、見して、スイ。かわいいじゃん、スイちゃん。これはかわいい。見て、リンとスイ。歌ってるよ。これ、うん、リンとスイ。まあちょっとこちらはね、スイちゃんのお出かけ着ってことで。保育園には着ていかないでください。保育園には着ていきませんよ。ゆうたくんに見せたいんじゃない。ダメ。ゆうたくん扉越しでね、ゆうたくんがベロ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 って言ってるからね。やめてって感じ。ゆうたくんがこうやって壁にくっつってやって、水もパンってやって、ね、ベロベロってやろうとしてるからやめろって。ベロベロじゃない、そうやって覚えたのか、お前は。かわいい。はい、ということで、ちょっとまああとね、あと靴を買ったんだけど、まあ届いてるんで、またいつか。ママの真帆とママのリンの靴を買ったんですが、リンはちょっとあまりにも言うことを聞かないので返品しようかと思っております。ママとお揃いの靴を買ったけど、リンの靴は言うこと聞かないから返品しようかと思っております。やだ。やだじゃないで、言うことを聞いてください。じゃあ、やだ、最低限のお願いを聞いてください。はい、はい、ということで、習い事の英語勝手にバックれるからね。習い事の英語にね、友達と同じ時間じゃないからという理由で、もう3回ぐらい飛ばします。勝手にね、ちょっと結構しょうもない娘なんですが、だから靴は返品したいと思ってます。可愛いね。そうでしょ。私もですね、150だからいけるね。っていうママのスイッチャー、ママとスイッチャーでね、英語リンクコーデでいいんでしょうか。ということで、買ったもの紹介でございました。やだ。以上、今日はこんな感じになります。それではまた、はい、バイバイ。スイッチャー、バイバイ。バイバイ。はい、はい、先ほど靴がね、届くという話をしたんだけど、届きました。出た。行きます。時間も時間なので。わお、かわいい。わお、じゃじゃん。じゃじゃん。スイちゃんがじゃじゃんつって。はい、これはね、ウィメンズエアマックス90。なんですか、スイちゃんは。カメラの方向いていただけますか。はい、じゃあ、はい、スイちゃん開けてください。開けて、はい、じゃじゃーん。これはマホさんリクエスト、マホさんのリクエストで、軽そう、エアマックス90。そして、あ、まだ開いた。あ、いい。はい、汚れそう、ね、こんな感じのものを買いました。買ってくれました。
これはね、銀のだけど、ちょっと最近言うこと聞かれて、返品しまーす。返品しまーす。嫌じゃない。ちょっとママとお揃いだったけど、返品しまーす。ちゃんとしてくれますか？はい。ねえ。はい。まあ、お揃いってことで、まあ、これ、銀さんの様子を見て、想定しようか決めたいと思います、ね、はい、ということで今度こそ買ったもの紹介でした。でどので買うと、まあしてる人はね、どんどんかな、買い替え割っていうので、ね、今回まあいらない洋服を返品というか下取りに出して、クローゼットの中もちょっとすっきりさせて行きたいと思います。ということでまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。